倒産するなと睨んだ中古車販売店は大抵倒産します。覆面取材に行ったんですよ、やっぱりね、すごい綺麗なんですよ、荒んでるんですよ、何かが。なるほどね。何かが。のりさんはどうですか。まあまあ人かな。人人だ人だ人は人でしょうよ。完成さんのグーの闇を知りたいです。ないですか。皆さんお疲れ様です。中年 A 小木山です。中年 B 森重でございます。中年 D 伊達軍曹でございます。あ、いや3人揃っちゃいましたね。中年無力ですよ。で今日急遽3人で集まったのはですね、まあちょっと中古車市場が炎上してますね。ねえ、なんかありましたっけ。ビッグモーター。ああ。で、まあ僕らね、長年中古車の取材をやってきて、車って面白いんだよっていうのを中古車を通して視聴者の方に伝えたいなと思ってこのコンテンツやってたんですけど、こういうのが出てきちゃうと、中古車屋さんってみんなビッグモーターみたいなんじゃないのって。なんか騙されてるみたいな、ね。そう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 。私はですね、はい、中古車購入の評論家を名乗っているわけなんですよ、うんうん。実は中古車販売店倒産評論家でもあるんですよ。おお。で、私が倒産するなと睨んだ中古車販売店は大抵倒産します。それはどういうところで匂うんですか。成長スピードと本来このぐらいの成長だろうっていう速度が全然合ってないんですよ、うんうん、中古車ってある程度儲かりますけど、うん、売れれば、うん、そんな儲かるもんでもないじゃないですか、うん、コストもかかるし、どでかい店舗、まさにビッグな店舗あっちゃこっちゃに建てて、台数もすごい、 CM も売って、そんなお金がね出るはずないんですよ、うん、普通にやってたら。でもやっぱなんかこういいとこにあるじゃないですか、国道沿いとかで、うん、であの看板がドーンってあってすごい台数置いてあるから、あの規模にやられるよね、うん、一般の人はやっぱり、うん、選べるし、しかも自社で車検整備とかもやってくれる。まあ買ったらゆりかごから墓場までじゃないけど、いわゆるワンストップで、そんな大して車に興味がなくて生活の実用品として車を買う人にとっては便利は便利ですよね。まあそうですね、まあ一般の人から見たらさ、イオンみたいなもんだよね、うん、キースーパーに買い物に行けば、うん、とりあえず品揃えはあるもんね、うん。逆にどうですかプロデューサー。実はビッグモーターで買ったんですよ。えマジですか。あ、もう数年前ですけど。車はビッグモーターで買ったんですか。車もビッグモーターで買いました、はい、あ、どうでした。ボクシーを買いました、はい、どうでしたか。いや、もうめちゃくちゃ気に入ってます。あ、そうですか。あ、なんかほら、もうめちゃめちゃ騙されてんだろうなとは思ってたけど、中古車で買ったんですよね。中古車で、ボクシー、うん、何年落ちぐらい。何年落ちだかな、7、8年落ちのやつを買って、うんうんうん、熊本から埼玉まで来たんですけど、はい、でまあ、営業マンの方はちょっと抜けてるなっていうのがありましたよ、うんうんうん、だけどこの安さだったらすごくいい車だと思ったので、うんうん、はいはい、で結構あの、今オイル交換サービスやってるから行くんですよ、うんうん、で行くとあのすごくうまいのが、子供が喜ぶおもちゃとかに置いていて、うん、キッズスペースとかもあって、子供がすごい楽しみにしたんですよ、うん、ビッグモーター行けるみたいな、うん、すごいうまいだと思って、ポッポン、はい、焼いて、はいはいはい、くれたりとかね、はい、なので、私は本当にめちゃくちゃ満足してます、この間ね、ビッグモーターに半年ぐらい前か、全然別件で覆面取材に行ったんですよ、うんうんうん、やっぱりね、すごい綺麗なんですけど、荒んでるんですよ、何かが。なるほどね、何か人からこう従業員からすごい組織がね、全て、うん、もう綺麗な店舗、うん、綺麗な調度品、うん、シュッとした営業マン、うん、から全てからなんかこうすさんだ何かを感じる、うん、それ難しいんですけど、大人はこれを分かってほしいな、うん、僕普通そうだと思ってたんですけど、車中古車買うじゃないですか、買ったところで基本整備しないんじゃないかな、どうなんですかね。そう思うのはね、小木さんの車に詳しいから、車好きだからです。普通の人はそんなこと思わないんですよ。で、あの修理でのまあぼったくりだとか上乗せっていうのは、まあ、ビッグモーターのまあ収益の大きな源泉じゃないですか。うん、その大きな源泉を得るために彼らは多分頑張ってたと思いますよ。うん、いや、荻山さん、ディーラーはね、高いんですよ。ですよね。弊社に持ってきていただければ、うん、ディーラー並みの以上のことを半額でやれますって言われたら、普通の人はまあそうですよね、任せようかって、こんな立派なビルの ね、で全国にも何店舗もあって、そうそうそう、立派なネクタイしてる人にそう言われたのね、うん、でもやっぱりね、一回その現行モデルに近い、もしくは現行モデルを中古車で買った場合は絶対一回はディーラーに入れた方がいいですよ、うんうん、で、まあ12ヶ月点検なのか車検一回取ってみて、大きなダメなところを見てくれるじゃないですか、でないって分かれば、あとはその消耗品を変えていけばいいだけだから、
それは例えばオートバックスでもいいし、うん、イエローハットでもいいし、自信がないないっていう人であれば、まあ、一つのバロメーターにはなる。カーゼンさんとかグーの闇を知りたいです、うん、ないですか。まあ、ないと思いますけどね、かなり審査厳しいし、だから置いたをしてもそんな大した置いたはできないシステムになってるので、なんかあるかな。あのね、写真、持ってる写真にすごいこうレタッチが入ってるようなとこ、そんなに超高級車じゃないのにレタッチがすごいこう背景とか全部一緒で、あのライティングまでしてあるような写真が載ってるところはあんまり信頼できなそうだなみたいな。実は本当にその通りで、うんうん、輸入中古車で200勝としたのその通りですおっしゃる通りでございます、うん、さっきもう金は取るけど何も納車整備してなかったっていう、うんまあ、なんですけどね、うんうんうん、そこの写真ね、すっげー綺麗なんですよ、うん、やっぱりね綺麗な写真撮ってるんですよ、ね、車は出すボロですよ。そう、これもね、写真が綺麗で本当に車が綺麗なお店もあるし、うん、あそこのお店みたいに写真が綺麗なだけなお店もある、うん、難しいんですけど、まあとにかく被写界深度の浅い、うんうん、もうボケが綺麗な写真には要注意、はいはい、そうそうそうなんです、うん、あとライティングとかね、そうそうそうまずはいわゆる ディーラー系、うん、メーカー系の中古車販売店みたいな、中古車みたいな、はい、トヨタなんちゃら買ったら、うん、日産なんちゃら、うん、まあそこで買えば絶対100%OK とは言い切れないんですけど、うん、まあまあまあ、うんうん、外れのない馬券ですよね、うん、あとは何だろうな、そのあこの人は商売人としてまともな人、スタッフです、ね、スタッフも社長も人としてまとも、この2つ、うん、あと初回車検ぐらい3年落ちぐらい取っとけば、まあ、ほぼ間違いないんじゃないですか。3万キロぐらい、3万キロぐらい。でもこれはやっぱちょっと高くないですか。高いですね。例えば同じミニバンでも3年落ち3万キロと、7年落ち5万キロだともう全然値段が違うじゃないですか。でやっぱり懐事情を考えると、あ7年落ち5万キロの方が中古車だから安い方がいいかなって買っちゃうと思うんですよね。それはダメですか。いやダメじゃないですダメじゃない。世の中何でもトレードオフですから、はいはい、安心したければこれですよ、うん、その代わり高いよと。そうです。これだと例えばさっきのボクシーだと新車と3年落ち3万キロだとどれぐらいの金額が違うんですか。どうでしょうね、100から150万円ぐらい、まあ車種とかにもよるけど、うん、もっと下がる車種、新車の、ね、価格にもよるけど、その差をどう取るかですよね。アマチュアが怪我したくなかったら金で解決するしかない、まあ、新車を買えって話ですね。もしくはこういうのかもねですよね。だからメーカー系もやっぱり市場相場から言ったらちょっと高いですよね。まあ、その分まあ安泰ですよ ね。何でもね、トレードオフなんですよ、うん。これが皆さんの本当に超お得意なところだから。趣味車、趣味車来ましたよ。これが中年と中古車のね、未来だから。軍曹もね、そうですね、スバルの新車に転向する前はずっとこっち系の中古を買ってましたね。そ、ね、の時の買い方というか、なんかコツみたいな意識してたことありますか。今にして思えばですけど、店、うん、主狂気ですね常年って言ってもいいかもしれない。ものすごいマニアックなブログを毎回書いてる。あの愛というのか狂気というのか常年というのか、それがなんかほとばしってる雫がこう、あ垂れてきたみたいな店で考えると、まあ間違いないです。前なんだろう、福野礼一郎さんっていらっしゃるじゃないですか、うんはい、福野礼一郎さんが誰かと何か話してて雑誌の中でおっしゃってたんですけど、車の時計、うん、アナログ時計が合ってる、うん、ちゃんと時間が合ってる合わせてるお店は間違いない、うん、まあ気にしないじゃないですか、うん、普通は、うん、売れた時に合わせればいい、はい、でも常日頃からピシッと合わせてるその狂気それはね信用できますよ。のりさんはどうですか。まあまあ人かな。人ざっくり人だ。ざっくり人ねえ人って人は人でしょうよ人以外から買えないからね。買えないから。あとは出会い。出会い、出会いね。なるほどなるほど、運命、あの出会いってのは大事ですね。出会い大事ですね。だって2年後にいくらで売れるか考えないもん。僕はですね、やっぱりなんかね、学ぶっていうのがあって、やっぱまあ、趣味車だから、過去の車じゃないですか、うん、だから、
例えばカーグラフィックの当時の新車のインプレッションを古本屋行って読ん で, でさらにその歴史とかどうやってモデルが変遷していったのか調べるんですよ。でその調べた上でその売り物を見に行くとどういじられてオリジナルのままでいるとか分かるじゃないですか。真面目ですね、はい、すいません、ついつい目が出ちゃって。なんかさ、これが一番失敗しそうだよ、これね。出会いは大切です、うん、いやでもね、うん、世の中勢いって部分もありますからね。そうそう、そうですよね。だから考えすぎちゃって、分かる、あの時逃がした魚はでかかったって話にもなっちゃうから、うん、あとは10年と15年よく見ていただくということですよね。そうですね、僕らが行ってる店はほぼほぼ間違いがない。そうそう、あの感じ、あれらのお店のあの感じを一つのいい例として、あ、こういう空気感のお店がいいお店なのかな、多分、ね、本当に見た方がいいと思います、うん、僕らにこう付き合って会話してくれるっていうだけでもね、見せてくれて確かにね。そうそうそう、だから動画で取材っていうのはやましいことやったりするわけじゃない。そうそうそう、やましいことやってると取材されたくないじゃないですか、うん、特に動画だったら、うん、そうだから基本動画で撮れてるところは、うん、やましいことがないから取材を受けてくれてるっていうのが、もちろんその水物だから中古車って、いい店だけどダメだった車が、うん、外れな物件もねとか、突然ぽっくり電気系とか、うん、その電気系は特にわからないから、ね、中古車だといきなり行っちゃったりもするから、狂気のお店だとね、うん、まあ、なんとかしてくれますからねそうですよね、だって、ね、だからまあビッグモーターに端を発するその中古車業界のダークな部分っていうのも世間的にはすごい広く知れ渡っちゃったんだけど、でも本当に愛にあふれる、ね、こういい中古車屋っていうのもあるので、あと、ね、新しめの中古車だったら別にどこで買ったって大抵大丈夫です、うんうんうん、でね、プロデューサーはビッグモーターが楽しいと思うよ、うん、そういう現実もあるんですよ。ビッグモーターで大満足してるお客さんもいるわけですからね、いるからね、まあ、でも僕ら中古車好きとしてはちょっと許せないですけどね。ロペライオさんは大丈夫です、うんうん、売れるんじゃないかな、うん、と思います。この間これもビッグモーターのその覆面取材の時に、うん、同じ日に行ったんですよ、うんうん、ひどいもんでしたよ。その一般的なその車検整備だとか、はい、納車整備だとか、まあ、まあそれも高いんだけど、うん、それに加えてなんか窓にちょっと撥水して何か塗るだけで5万とか、うんうん、何かをちょこっと何かもうそんなの手間賃だけで考えたら5000円、はい、まあいいとこ1万円だろうみたいな作業に6万円、うん、ダメですよね、本当ダメです。僕の担当についたセールスの人が、まあ、若い30歳前後ぐらいですか、もしかしたら28ぐらい、長身のイケメンで、うんうん、運動神経の良さそうで快活で、うん、それはね、もうすごい爽やかな、ね、これはね、僕を素人だとってはめ込みに来るんですよ君さ、そんなさ、ポテンシャルなんだからさ、もっとそれ別の方向に行かそうなの君って、本当は説教したかったんですけど、覆面取材だったんで何も言わずに帰ってきましたけど、もったいないよ君とかいいよとか、うん、もうそれもいいと思う。あと最近なんか系がやってる輸入車のなんかお店なんか結構見ますよね、まあ、あれもダメですねいいな。神田のあそこにできたばっかりの頃、上がまあ洒落たスペースになってるんです、そこにね、うん、読まれもしない洋書とかいっぱい置いてあるそんなね、ガリバー身のないことしてるしな、この店は身のないことしてるそんなところで死んでくわけじゃないかな。じゃあ、のりさんお願いします。のりさんお願いします。俺だもんあ、じゃあ、どうぞ。私ですか、はい、あ、ご覧いただきありがとうございます。今後とも、何でしたっけ、中年と中古車、皆さんのお役に立つ情報を本気で伝えると、でも本当は参考になると思いますよ。軍曹の嗅覚と、うん、あるいは嗅覚と、うん、大いの心理眼でクンクンしに行きましょう、はい、クンカクンで行きましょう、クンカクン、はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。